はい、上野遊魚場さんの昭和サイズ31センチです。お願いします。はい、これはもう結構ですね、もう現時点でも元グロがすごいしっかりしてて、まあ体の墨もですね、まあ、割と出てきてるところもあるんですけど、この辺のところがですね、こう白地にガーッと決まってくれば、前半のですね、頭の入りの面白いのも結構引き立ってくるのかなと。割とですね、もうこういう頭もこう墨が口に入って、こうこの辺に墨がこう出てっていう雰囲気があるんで、そういう風になってくると、もう全くですね、昭和としてこう派手さがどんどん出てくるんで、こういう白地をちょっと大きく見せてる声も面白いんじゃないですかね。はい、それでは横の方もお願いします。はい、ペンにもこう派手な、そうですね、割といい色してますし、はい、ね、この辺の墨もですね、こう出てくると非常にこう派手になりそうな感じですよね。白地もいいですね、これなんか。こういうの。はい、白地もいいです。頭のこう格好もいいですし。はい、スタイルもいいですし。これがですね、頭の墨が出てくると、ほんとこう、また面白さが倍増してくるんじゃないでしょうかね。はい。派手な行為になりそうですね、はい、この日模様といい、そうですね、この日の色といい、はい、まだまだ荒いですけど、いいと思います。ぜひよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。